はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。前回10月3日までの日食までの流れの動画をアップしたので、そちらをまだご覧になってない方はぜひそちらをご覧になってからこの動画でまた戻ってきてください。では早速いきます。お願いします。今8月末まで、キャンペーン、サマーキャンペーンをやっていまして、もし占星術のことを勉強してみたいとか、タロットを勉強してみたいなっていう方は、私が提供しているテキストや動画がすべて 20% オフになっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップ、キング、逆。死神、逆。バンド、ナイト、逆。ソード、8、逆。太陽。うん。ペンタクス、ページ。そして、ペンタクス、5の逆。ソード、6と、ソードの、キング、逆と、オラクルは、はい、ワンドの、エースです。うん、わかりました。前回のその10月までの動画の中で私がどうも言葉にこう困って皆さんの皆さんで受け取ってくださいねって言ったことに対して分かりましたって受け取ってくださった皆さん本当にありがとうございます。さすが魚座さんっていう感じで何とも言えないこの説明をうまくキャッチしてくださって本当にありがとうございます。ですね、まず星の話ですが、今まだ彗星が逆行していますので少しね誤解が生まれやすかったり、また自分の頭の中だけで物語を展開してしまいやすかったりっていう時になるので、あまりね考えてぐちゃぐちゃしないようにはしてください。そして8月20日が満月になります。でこの満月っていうのが、この満月あたりってちょっとねエネルギーが乱れやすいというか、そう不安になりやすいんじゃないかなと思うので、まあそれがピークな時だと思っておいてくださいね。で一番この魚座の皆さんは8月23日までっていうのが体のことをしっかり見てねっていう時になるので、まあ、今ちょっとなんか調子悪いですとか何か体何か起こってますっていう方は本当にそれはいいデトックスだと思って、あちゃんと体が反応して自分をうまく立て直してるとこなんだなって思っておいてください。でそれすなので8月23日以降ですね、かなりなんか雰囲気が変わるというか、うん、自分自身のなんか見方も違うし、本当に何でしょうね、何かが開けたって感じがすごいしますね。はい、そして、まあ、その後もね8月26日あたりもいいですし、29日ぐらいになるともうこの彗星の逆行っていうのも終わるので、やっと誤解が解けたとか、やっと通じたとか、あなんかそうだったんだってこう自分が悶々と考えていたことの答えが出たりとかして、すごく過ごしやすくなると思います。やっと安心できるっていうかな、やっと信じられるみたいな、そんな感じかもしれません。でそうなんですよね。なので、まあ、全体的に見ても8月23日からだんだん末にかけてかなりこう体調もだし気分的にも楽になるだろうなとは思います。8月23日以降っていうのはとてもパートナーシップが今度開かれてくるので、自分自身に向き合っていたことから他者との関わりの中で喜びを見出していくっていう流れになる、なっていきます。でですね、それを踏まえた上でカードで見た時に入り口がカップのキングの逆でして、なんか本当は誰かに対してもっと優しくしてあげたいとか、もっとなんか自分のいいところを人に見せたいんだっていう思いがあるかもしれませんね。でもきっとここに至るまでの魚座の皆さん本当に必死すぎて、自分で自分を保つのが必死すぎて余裕がなかったと思うので、そんなもっと何かをしてあげなくちゃって思わなくても全然大丈夫です。そのままでおそらく周りの方っていうのは感じていらっしゃると思うので、あ今きっと大変なんじゃないかなとか、あ頑張ってるなっていうことを温かく見てると思いますよ。なので決して自分で自分になんかこう自暴自棄になってもうダメなんだとかって自分でもっと落とさないようにしてくださいね。そんなに周りの人は責めてないって感じがしますので、なんだかここまでの自分をすごく責めたくなってる感じがするので、いやいやいや頑張ったじゃないですかみたいな感じがあります。そして今受けているこの何とも言えないこのエネルギーの中でうまく再生しつつありますよって感じで言われてますよ。まあきっかけは8月23日ぐらいにご自身でも感じるかなとは思いますけども、うん、再生っていうのが出ていますのでよかったなって感じです。
やっと、まあ、いろんな意味で毎日毎日私たちって細胞が入れ替わっているから、ある意味毎日再生しているわけですけれども、ただ何かはっきりとご自身で自覚できるものがあるって感じがするんですね。現状のところがソードの8の逆になっているので、自分で自分を縛っていた思考や情報や固定概念、思い込みからやっと解放されるんだなっていう感じです。で、これはもし今体健康ですっていう方に関しては、特に思考の縛り、固定概念とか規制概念とか、こうであらねばならないっていう思いで縛っていたのが楽になるってことだと思いますし、または体のことがしんどかったっていう方はそれも外れるんだなと思います。とにかく辛い時代は終わるんだみたいな、なんかそんな感じです。でもその辛い自分を作ってるっていうのは、実は自分のマインドが作ってるってこともあるので、自分で自分を責めるのをやめるとか、ああもうこれ以上自分を責めるのはやめよう、もっと自分に優しくしようってなることですごく明るくなります。そういった悩みや、何か一つ本当に強くのしかかってきた自分へのプレッシャーだったり悩みから解放されますよっていうふうに出てるので、こんなに明るいのがパーンと出てくると、あ、急に変わるんだなって、カラッとなんかパキッと変わるんだなって感じがするので、なんか昨日まで悩んでいたけど、あ、もういいとか、あ、なんかもう違うみたいな、なんか急に変わる感じがします。そしてやっとなんかこう力を取り戻した時に、私はこうしたいんだっていうような、何か大事にしたいものっていうものがちゃんと芽生えてきて、それを他者と一緒になんかこう作っていきたいみたいな感じがありますね。ただそんなにね、スタートダッシュは激しくしないでくださいって感じかな。今のこの8月末に言われているのは、本当に、あ、やっと目が覚めたみたいな、あ、やっとつきものが取れたっていう感じなので、それが起きれば十分です。そしてここでもね、まあ、ソードの6っていうカードが出てますので、やっとこう困難な状況からね、穏やかな状況に流れていくよっていう、それは誰かから運勢が押してくれるのか、誰かがサポートしてくれるのか、なんとなくそうなっていくのかわからないですけども、あ、緩やかになっていくなって思うんですね。で、常にでも何かもうちょっとこうちゃんとしなくちゃいけないんじゃないかとか、もうちょっとこうしなければいけないんじゃないかっていう、こう常にこう誰かが自分を責めているみたいな感覚もあるかもしれないので、それは本当に今関係ないですからね。それを責めてるのは自分でしかなかったってことに気がつくかもしれません。そしてオラクルが 何はさておき、ワンドのエースということで、よしやるぞみたいな。でもこれはなんか無理やり出すんじゃなくって、もうもともとあったんだけど、縛られていたものを解放することによって血液が全身にこう行き渡り、自然と動き出すみたいな感じです。こうギューッと鬱血していたものが外した瞬間にふわーっと広がっていくみたいな。そして自然に行動を起こしたくなる、なんか無理やりやるとかじゃなくてね、それがとても希望のある動きだなって思います。ただあんまり考えすぎたりとか、大きな夢をいきなりなんか大きな、ね、目標を達成するぞってなると、あ、ちょっとそこまでのバイタリティまだそこまで体力戻ってなかったみたいな感じになりかねないので、あくまでもゆっくりとゆっくりと進んでいってください。で、それを踏まえた上でちょっとお仕事のことね、見てみますね。何かね、こうふわっと緩むことによって自然と芽吹いてくる感覚があると思うんですね。これ、あ、これだみたいな、これをしようとか、こうしたいみたいな、ちょっと期待とか希望とか、まるでこう植物がこう季節とともに自然となんかぐんぐん伸びるように、自分の中から何かが湧いてくるっていう感じです。で、それを早く形作りたいと思うかもしれないけど、そんなに焦らないでねっていうことと、ですね、ちょっとソードのページとワンドの3とペンタクルスのページということで、ここでね、ペンタクルスのページ2枚も出てきてますね。これは非常に興味深いです。ペンタクスっていうのは本当にこう価値あるものとか、お金とか、これからずっと育っていくものとか、ここから伸ばしていきたい確かなものっていうものを自分が手にしていくっていう感じなんですね。ただゆっくりです、これは。で、またこれは誰かと協力してっていうよりも、まず一人で自分での中で温めてから、それを他者に提供するとか、必要とする人に差し出すみたいな感じがあるので、なんかそういうきっかけがね、8月23日以降もしかしたらあるかもしれませんし、自分の体力を疑ってるっていう感じかな。もし体力がすごいあったら、よし、あれもできる、これもできるってなるけど、今のこの感覚でできるかな、でもやってみたいなみたいな、こうすごく可能性を飛ばしてみたいなっていうような感じです。こう
こうなんか目の前のことを一生懸命見るっていうよりも、こうちょっと遠くを 見て、ああこうなったらいいなっていうような感じで、それに対して自然と足も動いていくっていうような感覚ですね。何かなんか計画が生まれるのかもしれませんね。そして、人間関係見てみます。ちょっとこっちにしよう。人間関係ね。カップの2。死神逆。ソードの4ってことでいいですね。人間関係は、本当に分かり合えたみたいな感じで、すごく良かったですねっていう感じがします。こうちゃんとね、感情をシェアし合えて、分かり合えて、お互いに通じたみたいな感じかな。まあ星で見たらそれが8月の末29日以降そうなりやすいねっていうのはあるんですけど、ただ23日以降も人と向き合っていく流れっていうのはあるので、おそらくやっとみたいな、なんかそんな感じもあるのかもしれませんね。よかったみたいな。そして同時に死神の逆ってことで、まだここでも死神の逆が出てるんですけど、2枚とも逆っていうことはよっぽど再生なんですね。再生やっとできるんだって感じ。太陽が昇ってきてます。この間の動画でも、そのなんか見えないところからのエネルギーがすごい来ていて、それを察知できる自分になったら本当に世界が変わるねっていう感じで、いきなり世界変わったねっていう感じが出てるわけですね。でその後に世界を見た時に、ああやっと通じたとか、やっと分かったんだっていうような、すごく安心感のもとに人間関係を作っていける。そして安心して眠りにつけるっていう感じがします。安心して眠りにつける、要するになんか心配して、あれをしなくちゃこれをしなくちゃっていう感じではなくて、安心してそのことを保留にできるみたいな、安心して物事がちゃんとなるべくして、なるタイミングでなることを信じて、今はそっとしておけるみたいな感じがあるので、とてもなんか精神的な安定が強いですね、人間関係においても。人と揉めるとかそういうのは全然ないです。最初の方にね、ちょうど8月20日に向けて、なんか自分のこと責めてませんかみたいな、そんな感じがありましたけど、それ以外だったら本当に緩やかになっていく、あ落ち着く、安心して物事を見守っていける、そのままホールドしていけるみたいな、そんな感じがあります。はい、そして最後にもう一枚引かしてください。もしこれを恋愛で言うならば、人間関係のことを話しているときは全部恋愛に置き換えてね、解釈していただけたらと思うんですけども、恋愛でもやっと通じ合えるとか、やっと新しい側面に入っていけるっていうような感じがあります。そして、今までは心配だから、心配だからって確認していたものを安心して置いておけるっていうような感じですね。どうぞ皆さんね。はい、フォーカスというカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。ムーンビームスということで、どうしますか、この8月末23日以降。なんかものすごく解放されたら、本当自然と緩んで、自然と何か始まるんだなと思うんですけど、もうどっちの方向に行ってもいいよみたいな、ちゃんとどっちの全方向をちゃんと見守ってますからみたいな感じが私はしました。全方向を見守ってるってすごいですよね。光はちゃんと届いてるって感じがしますね。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。いつも本当にコメント楽しく拝見させていただいています。はい、ということで、次回またね、8月末までに次の動画をアップしたいと思います。お待たせしてすいませんでした、今回ね。はい、ではまたいい時間をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。